アイズ藩の北方警備は、1807年から1809年にかけて、アイズ藩が、江戸幕府によって、カラフトへの出兵を命じられ、総勢1558名が、宗谷岬や利リ尻リ島、カラフトに駐留した出来事である。アイズ藩のカラフト出兵とも呼ばれる。江戸時代の鎖国政策の中で、ロシア通商施設のニコライ・レザノフが実力での、 通称を図ろうと、ロシア皇帝のエカチェリーナ2世とその後を継いだ、パーベル1世の許しなく海軍が、カラフトや北海道の漁村で略奪を行った。そのため幕府は、襲撃に備える、要1807年、秋田藩、広崎藩、仙台藩などに、エゾチへの出兵と防備を命じた。当時藍津藩家老の田中玄斎は、連兵と東北諸藩に、 アイズ藩の戦力を誇示するため、幕府に、アイズ藩のカラフト出兵を打ち願いした。1808年、内藤信金隊長式のもと、アイズ藩兵が、若松城を出発、宗谷に本陣を置き、台場や見張り台を設置した。番頭、梶原影康は、利尻島本パクに派遣され、さらに、北原ウ目メ式のもと、カラフトに上陸して、 本格的な警備事務営を設け、ロシア軍襲撃に備え訓練を重ねた。ロシア兵は、ナポレオン戦争が原因で引き上げたため実際の、ロシア兵との交戦はなかったが、野菜が摂取できないことによる、ビタミン不足で、水種病にかかる兵士が多かった。これを問題視した幕府は、当時水種病に効果があるとされたコーヒーを、出兵隊に送ったという。 アイズ藩は1808年10月から翌年にかけて、カラフトから帰還した。しかし、帰路の途中に嵐に藍船が難破、一部は離島手売り、島、焼尻島へ避難し、51名の死者を出した。現在、宗谷岬の北端には、アイズ藩氏の墓特碑が建てられている。また、リ尻島、焼尻島にもアイズ藩氏の墓がある。このカラフト出兵は、 その後のマミア・リンゾーラの北方探検に大きく貢献することにもなり、幕府の信頼を得たアイズ藩は1810年に江戸湾警備を命じられる。1957年、和歌内市宗谷地区の宗谷公園に殉職したアイズ藩氏の墓が集められ、毎年慰霊祭が行われている。傍らには、地元の廃人、岡崎国佐によるタンポポやアイズ藩氏の墓は、 ここの区域がある。後年には、松平伊佐夫福島県知事が訪れている。藍津藩の殻太出兵を描いた絵巻、藍津藩、東府都市出人絵巻が見つかっている。2008年は、北方警備から200年にあたり、若松城天守で7月4日から8月24日まで、北方警備200年記念展が開かれた。ありがとうございます。